今回は、弾丸論破でよく誤解されてること、に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。茶柱天子はキーボー男子としては扱っていない時折に二次創作でミスってるのを見かける。大和田くんの現場偽装はチータンの秘密を隠したいという側面があったことは忘れられがちだと思う。朝比奈、クズユー。正直、いまいちわかってないのがカムクラの真意、アニメさんを抜きにして、ゲームの2のみの情報でカムクラが何を求めてたか理解できてない。2だけの情報だと何してもつまらないから来ただけっぽい。絶如とか見ると江ノ島アルターエゴを持ち込むために来たっぽいけど何考えて持っていったのかはわかんない。江ノ島持ち込んで江ノ島の人格がコピーされるおは全滅するかそれ以外のイレギュラーが起こるか試したんやないか。狛江田が実際に左手を移植してたせいか、霊として出てきただけの眼球や子宮の移植をクズユーや積み木がやってたって勘違いしてた人多かった記憶。積み木の押し置きって映像通りなの？それとも薬物の過剰摂取の暗喩？未だに弾論すれで田中の動機が自己犠牲で仲間を救うためだったって勘違いをよく見る。日向の発言があったとしても本編やれば違うと理解できると思うんだが。そういうのは一つ解釈としてありでも、そういうの抜きに単純に最初から自己犠牲でみんなを助けるつもりだったと思ってる人をちょくちょく見かける印象。それは確かに多い。自己犠牲のためにやったって言われると違うってなるのはすごくわかる。ただそれに対する反論も極論も結構多くてなんかもやることが多かった。田中元来の死生観とか二代の死を戦わずに死んだって言われた瞬間にムキになって切れ始めたりする。田中の仲間への密かな愛情深さとかすごく好きだった裁判だから田中の魅力を一方から見るのはもったいないと個人的に思う。よく見るのも悪く見るのも。100自己犠牲じゃなくても田中の引き際がやけにあっさりしていたので生き延びたい意志を見せ切った仲間の礎になってもいいって甘さや弱さがもあるのが田中だぞ。全くないって言い切るのも解釈違いの気もする。田中の死生観は超高校級の飼育員として動物の生死に触れてきたからこそだと思うからそこを理解されてないの悲しいよね。田中としては自分が生き延びても皆が生き延びてもどちらに転んでもよかったあのまま緩やかに死を待つ生を全うしてるとは言えない状況を感化できなかったという話だから。田中は田中でやれることをやりきっただけだよな。みんなを犠牲にしてでも生き残りたかったし自分が負けたとしてもそれはそれで生存競争の中の答えだし、とにかく緩慢に自殺するような状況は我慢ならん。せいある限りは生きるために動けって話で。田中は自分のやったことに言い訳したくないし悪っぽく散りたかったからモノクマがわざとお仕置きでいいやつっぽく演出して尊厳破壊したって考察はすげえってなった。あとはコミカライズで原作を改編して前園側の日を増やしたせいで桑田がかわいそう扱いになってる件とかもよくある勘違いかな。原作ではどっちもどっち扱いなんだけど。初代は漫画以外にもアニメだけ見てる人とかいろいろ勘違い多そう。話数的にごっそり話削られてるし正直どっちもどっちってゲームでも無理あると思うんだよな。襲ったのも殺人を計画したのも前園側だし作中で深川が冴えない苗木と国民的アイドルの前園なら前園の方に信用がいくと言っているがこれは桑田の場合でも当てはまる。模擬刀で返り討ちにした後みんなを呼んでも前園が桑田に襲われたといえば信じてもらえるかわからない。自分を殺そうとしてきた相手を見逃したらまた殺しに来るかもしれないと考えても仕方がない。桑田がひじり人でもない限り普通におかしくなるだろう。こんなのあくまで桑田に非があってもどっちもどっちというには明らかに前園側の非が大きい。まあ誰が悪いなんて大体黒幕に決まってるんだが他メンバーの素性もよく知らないから信頼にまで至れてないしな。学園から逃げることもできないし殺人起きたら卒業ルールが動くけど殺人未遂だとモノクマも干渉することなく続行だし桑田にも殺意が芽生えたのは事実だろうけどあくまで桑田の正当防衛じゃねっていう主張が違うって突っ込まれただけで法律も警察も機能してないのに命を狙われた桑田と桑田を犠牲に殺人を計画実行した前園では明らかに前園が悪いし V3 のラストがプレイヤーをバカにしてるって散々言われてたね。